グラン・バセット・グリフォン・バンデーンとは、フランスのバンデーン地方原産の短足のセントハウンド犬種である。グラン・グリフォン・バンデーン、ブリケ・グリフォン・バンデーン、プチ・バセット・グリフォン・バンデーンは、兄弟種であり、これらは、バンデーン犬種と呼ばれている。もともとは、グラン・グリフォン・バンデーンかブリケ・グリフォン・バンデーンから、稀に生まれる、突然変異によって、足が短くなった個体が、本種の原型であった。 15世紀頃は一つの品種としてではなく、品種として扱われていて、一代限りで猟犬として使われていた。しかし、原産地のバンデーン地方で、グランが狩るのを得意としていた大型銃が減り、カルードが馬に乗って移動できないような狭い場所や荒れた土地での狩猟に切り替えなければならなくなってしまった。そこで短足の個体をもとに犬種として改良、繁殖が行われ、 二タイプのサイズがある単足の犬種が出来上がった。はじめのうちはこれをひとまとめにして、馬製グリフォン・バンデーンと呼んでいたが、後に、この二タイプはそれぞれ別の犬種としてブリーディング、されるようになり、サイズだけでなく、容姿や性格にも違いが現れるようになった。このうち、サイズが小さく毛色のバリエーションがいくらか、容認されている方が、プチバセットグリフォン・バンデーン。 もう一方のサイズが大きく、伝統的な毛色を受け継いだ方が、本種グラン・バセット・クリフォン・バンデーンである。本種は、フランス国外でも、ペットとして人気の高い犬種で、プチバセットと人気を二分している。しかしながら、日本にはまだ輸入されておらず、国内に、ブリーダーも存在しない。ただし、健康面や性格面が良好な犬種のため、後に輸入が行われる可能性はある。 プチバセットに比べると、サイズが大きく、ややスラリとした外見である。胴は長く、足は短い。垂れ耳タレオデコートは、もこもこした固めで、ウェーブがかった、ラフコート。毛色は、ホワイトかミルクの地に、レモン、ブラウン、カフェオレのいずれかのブッチが入ったもの。体高38から42センチメートル、体重18から20キログラムの中型犬で、性格は、 外交的で愛想があり、友好的である。子供や他の犬に対しても仲良くすることができ、遊ぶことが大好きである。スタミナもあり、運動量はやや多いが、長めの散歩よりもドッグランなどで、他の犬と遊ぶことの方を好む非常にフレンドリーな犬種である。ありがとうございます。